はい、こんにちは、村尾聡です。今回はですね、セミナーの価値ということについてお話をしていきます。はい、いよいよ夏休みになりますね。先生方、本当に一学期お疲れ様でした。私もね、この時期夏休み前、本当にワクワクしたのを覚えております。夏休みになったらですね、先生方旅行などにも行くと思いますけども、まあ、その一方でセミナーなどで教師力を高めようという方もいらっしゃると思います。で、私も7月の30日に村野聡サマーライブということで、セミナーをいたしますのでね、ぜひおいでください。今回の目玉はですね、教材ですね。私の作ったサイコロ作文、そして体育の保険ですね、これの全発問、全指示、全学年分です。それと全学年分の保険クロスワードパズル、まあ、こういうものもつけていこうと思ってます。で、講座の中で使い方なども説明していきますので、もしよろしかったらね、ご参加ください。概要欄に示してあります。はい、そしてセミナーの価値ということについてのお話なんですけども、まあ、夏休み中に本当にね、5つも6つもセミナー回りする方もいらっしゃいますし、まあ本当いろいろな事情でね、1つだけやっと出られるというような方もいらっしゃると思います。ではね、たくさんセミナーに参加した人が一番教師力を高めるかというとね、決してそうではないと私はね、思ってるんですね。で、ちょうどですね、野上先生の英語の YouTube で、この間ね、1万円のセミナーで、2000円の価値しか学べないみたいな話をされてたんですね。それを見ていて思ったんですけども、1万円っていうね、参加費のセミナーであっても、その人にとっての学び方は全然違うわけですね。5つぐらいのセミナーに参加するっていう人がいたとして、でもこの人はそれぞれね、まあ、1万円のセミナー5つ出たとしてね、でもその人の学んだ内容が1000円だとしたらね、1つずつ全部で5000円なんですね、学んだ内容は。ところが、まあ、一つしかセミナー出ない人が、そこでですね、6000円分の学びを得たら、もう一つのセミナーに参加している方が価値がこう上がるわけですよ。まあ、そういうふうに考えていった方がいいんじゃないかなと思うんですね。ですから、焦ってたくさん参加するというよりは、大切なことはですね、その参加したセミナーで、どれくらい自分のものとして吸収できたか、消化できたかということになってくるだろうと思うんですね。それが野上先生の言っている学びのね、金額になっていくんだろうと思うんですね。ですから、私も若い頃は、まあ、いろいろな事情があってね、そんなセミナーに連発で出ることはできなかったですね。夏休みとはいえ、まあ本当1回2回っていう感じだったんですよ。まあその分ですね、俺は絶対に誰よりも学ぶぞぐらいの気力で行ってましたね。まあその1回でたくさんのものを得ようというふうな気持ちが結構強かったです。だから中にはね、本当にどこ行ってもいらっしゃるような先生、どのセミナー会場にもいらっしゃるような先生もいましたけども、でも結局ですね、その先生がその後何かすごい実践を残したとか、そういう話はね、意外と聞かなかったりするんですね。もちろんそういう先生もいるんですけども、ですからやはりその学び方っていうのは非常に重要ですね。で、今回私が言いたいのはね、そんな抽象的なことだけではなくてね、セミナーの価値の判断の仕方ですね。何で判断するかということなんですが、私はね、ズバリこう思いますね。そのセミナーで学んだことを教室の実践に使ったかどうかなんですよ。もうそれしかないじゃないですか。だって何のためセミナーに行ってるかというと、自分が教師力を高めて、結果として子どもたちに力がついたり、子どもたちが喜ぶような授業ができたり、学級経営ができるということなわけですよね。教師の成長というのは、つまり子どもの成長とイコールですからね。ところがね、セミナーに参加して、まあその時は面白かった、勉強になったなと思ったとしてもね、それを実際に教室の中で実践していなかったらですね、そのセミナーでの価値はゼロですよ。私はそう思いますね。もちろんですよ、そのセミナーの雰囲気が好きだとかね、その会場にいると癒されるとか、もちろんそういう側面もあるのは分かってます。分かってますけども、本来の教師の仕事の内容とね、そのセミナーの関係を考えた時には、やはりそこで何かのスキルを伝達され、そして自分がそれを体に入れて、で、教室で実践する。そして子供に成果が上がる。で、ここで初めてセミナーの価値っていうのは生まれてると思うんですね。なのでね、いくら高いセミナーだろうが、いくら安いセミナーだろうがですね、自分が教室でやってみようと思い、そしてそれを実際にやった内容が含まれてなかったら価値が少ないっていうふうに私はね、判断しています。ですから逆にセミナーでの学び方というのは、今この先生の話してる話は、うちのクラスのどこに使えるかなとか、どういう場面で応用できるかなというふうに考えながらね、受講することが大事なんですね。まあもちろんね、素晴らしい講座っていうのは、そんなこといちいち考えてなくても、あ、これやってみたいってね、こっちに思わせてくれるような内容もあるんですけども、でもそれであってもですね、その時そう思っても、2学期になってそれをやらなかったんですね。
結局価値がないっていうふうに言えるんですね。まあもしかしたらその時学んだことが数年後に生きたり、他のことと結びついて実践になったりっていうことはあると思います。あると思うんですけども、まあそれはですね、なかなか難しい稀なことじゃないかなというふうに思いますね。ですからね、セミナーで学んだ内容を教室に生かしていくんだということにおいて、セミナーの価値というのは生まれてくるので、ぜひですね、この夏皆さんセミナーで学ぶ方はですね、そんな思考で、セミナーに参加するといいんじゃないかなというふうに思っていました。私がやるセミナーはね、必ず教材がついてますので、教材という形で提供されればね、比較的子供にかける可能性が高くなりますのでね、こんな形で提供しているわけですけども、いろんなセミナー参加されると思いますけども、よろしければね、私の方にもご参加ください。はい、というわけでね、今回はセミナーの価値というお話をいたしました。ノアミー先生の動画もね、ぜひご覧になってください。すごく面白かったです。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。